まあよ、まあ、メリットは早い、簡単、洗い物が少ない。消化が早いから動けすぐ、うん、うまっ。こんにちは、社員矢座美です。今日はですね、減量飯第2弾ということで、ペンネを使った美味しくて便利な減量食を、奥さんに作ってもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、いつものご飯のペンネバージョン、はい、ということで、いつも通り3000キロカロリーで作ります。はい、お肉は1132グラム。でもこれ本当にずっと作り続けてきて、最近ペンネ習慣だったじゃん、うん、本当にこれだっていうベストなものを見つけた。おお、作り方。はい、まずはペンネを茹でるためのお湯を沸かしとく、はい、これが一番、本当これ一番で、その間にお肉を切るということで、 1132g、 これはもう切ってあります。1キロくらい、うん、でかいね今日の胸肉は。すごいよ、でかい個体だったのかも。はい、でこれをまた適当一口サイズに切ります。なんでペンネにしたんだっけ。やっぱ消化が早いから、トレーニングするときしたいときとか、トレーニング終わった後とか、お腹に溜まりづらいような感じがあるんで、まあ、減量の最初はちょっと、食べ過ぎが続いてる人なんかはおすすめ、減量じゃなくてもね、うん、ペンネおすすめです。でそのボディービルダーだったら、その食事を小分けに、僕みたいにこう3000キロカロリーで減量ってなると、その小分けにしないとお腹がねいっぱいになっちゃうんで、消化もねそれなりに早くないといけないっていうんで、あの体感としてはペンネが、粉からできてるじゃんペンネって、うん、だからなんか消化が早い気がするのよ、うん、粉はほら、あの米は粉からできてないでしょ、うん、そういうのあると思うんで。でそんな理由で始めたペンネだけど、これ本当におすすめしたいことが、早い、うん、っていうこと。 あの完成がね。そうそう、だって結局炊飯器で炊くとさ、うちだと68分かかるわけじゃん。68分経った上で油を入れて置かなきゃいけないでしょ、はいはいはい、だけどこれペンネを茹でる時間で完成する。なるほどね。じゃあもうあれだ、普通にパスタ作ってるのと一緒で、だから手順を間違えちゃうとちょっと余計な時間かかっちゃうわけ。沸騰するまでの時間が、お湯沸かしてる間に全部できちゃうって感じだ。 それがね、本当だから減量する方はね、時間がかからないっていうのが本当にいいと思う、うん、本来僕も一人暮らししてた時は炊飯器なくて、最初、うん、本当にもう18から24、5ぐらいまではさ、うん、パスタ食ってたもんね俺、楽だから。ちょっと時間がかからないのと早いのと、これがもう洗い物も極端に少なくできる方法を見つけたので共有します。なるほどね、便利だからね、うん、でさ、ご飯とさペンネとさ、いやあのね、味もうめえのよ。しばらくずっとペンネだったじゃん、うん、だからうまいからなんだよね。ご飯とペンネとあったらちょっとね、ジャスミンライスいいんだけどね、うん、飽きんなよ、うん、それでペンネをまずこれ入れると、この間に全てやると、そうそう、入れて、大体ペンネはこれから10分なんだよ。なるほど、うん、でそしたら次はお肉を炒める。でも逆に10分で火入る、あの炭水化物源っていいよね、うん、米10分じゃ火入んないもんね。でしょ、だから切る時間も含めて今日はもう12、3分で完成すると思う、うん、って言ったらすごくない？すごい。で次の日の1日分、そうだよ、今日はちょっと私のタイムアタック、タイムアタックしなくていいよ別にでこれまた一口大に切ってあるから焼くということですね。この間に次準備しておくことがある、はい、やることは調味料ね、最近あったお塩がね、やっぱね減量中はね、ちゃんと塩分としては塩で取んないとと思って、うん、じゃあ同じ割合岩塩にします。塩で15で、香り付けでちょっと醤油をお願いします。
あ、ちょっと入れすぎちゃったこのピンクソルトがおすすめだよね。これいいね。なんか体がほらそうしっくりくるっていうかさ、いろんなピンクソルトあるけど、このアイハーブのやつが一番おすすめね。あの精製された真っ白い粉みたいな塩あるじゃん、あれクソむくむもんね。これやっぱり、ね、そういうのはないですよね。香り付けに、あ、いいっすね。醤油ね、お醤油、胡椒でしょ、うん、あ、久しぶりだな胡椒。これ気をつけないと必ずくしゃみが出る。あとクローブ、今日は常人用それとも異常者用？異常者用でしょ。異常者じゃなくて何だっけ、中毒者。中毒者です。中毒者用にしていい？じゃあ異常者用に 8g。 はい、あ、今いい匂いね、本当にクローブと鰹節。この鰹節がねすごい良かった。これ業務スーパー、うん、はいはいはい。腐ってない、大丈夫、前みたいな前みたいな、余計なこと言うんじゃねえよねはい、これで準備できたでしょ、はい、そしたら泡吹いてます。これをほぐして火を通すわけです。いつものパパのごたご飯と全然違う。なんかちょっと違うの、いろんなパターンあるから。最近ずっと昆布飯食ってたからね、うん、それもやる？そうだ、やりたいな。あのキノコ飯と昆布飯、キノコ、キノコもうなんかこれもう街なのよ。うん、あ、そうなんだ、はい、これもこのままで。そうです、街です。中鎖脂肪酸は入れないの？中鎖脂肪酸はパスタに入れるパスタに入れるんだ、うん、はい、焼けましたすげえな、これ2つ。火が通ったかは大きいな、うん、縮んだね。そうそうそう、この大きいのこうやって割ってみて、割れたら火通ってるっていうことね、うん、なのでこれ火通りましたとしたら火を止めて、この鶏肉だけ回収するの、はいはい、一番効率のいい作り方をお届けしますので。そうそうそう、あの別にこれ順番そんな守る必要は本当はないよね、うん、ただ一番効率のいいやり方を今ちょっと提案してるわけでしょ。そう、鶏肉だけ取ったら大事なのはさ、この汁、はい、取り出し、これはこのままなんだ。ここに調味料、うん、はいはい、スパイス類を入れて一度ここに火を通すの。なるほど。でスパイスは火を通して香りが良くなるでしょ、うん、っていうのとちょっと加熱しないとシャバシャバすぎて、ああ、なるほどね、ちょっと煮立たせるっていう意味もある。あ、超いい匂いする。これそのまま入れても美味しくなくて、うん、加熱するのがね、ポイント。あれ要はタレみたいにする。そうそうそう、もうだからほんと洗い物も少ないでしょ、うん、でこれ待ってる間に包丁とまな板洗えちゃうから。ああ、なるほど、めちゃくちゃ早い。超いい匂いするっていうか、これ業務スーパーのやつ、うん、これが美味しかったんだよね。でこれがさ、なんかもちもちして美味しいんだよね、うん、ちょっとほらとろとろってなんか濃度が濃くなったでしょ、うん、これしないとシャバシャバになっちゃうの。ペンが、なるほど、炊くわけじゃないからさ、試行錯誤したのよ。そうだね、なんか365日の中のどんぐらいだろう、間違いなく200日以上は作ってるよね360、360ぐらい作ってるでしょ。360、5日だけだってそんな食ってる俺。そうだよ、だって朝昼はこれ食べて夜食べてから。ああ、そうかそうかそうか、まあ1日1回は食ってるからね。そしたらここにこれを入れちゃいます。うわ、結構トロッとしてるね。そうでしょ、全然だからさ絡むねこれ。加熱しないとシャバシャバなの。まあカツオがね戻ってるってのもあるよね、若干。入れました。いい匂いだな。でここに中鎖脂肪酸、はいはいはい、これさ5キロまで測れるからさ、何入れといても測れるの。あ、じゃないとこれほらどっかお皿に置いてとかしなきゃいけないじゃん。確かに、それしなくていいから。オフでもコンディションが崩れづらいとされているというか、俺がそう思ってる、うん、中鎖脂肪酸味もうまいんだよねこれね、うん、これもアイハーブで買えるから、
塩と油はアイハーブ。何グラム入れたの今？今60グラム。60グラムオリーブオイル入れたらもう吐くもんね、気持ち悪くて。でここで混ぜとくの。そうするとお肉に味が染みるでしょ。ああなるほどなるほど。でもここにペンネ茹で上がったの入れたら完成なのよ。めちゃくちゃ早くない？そうだね、あえるだけだね。そうでこれさ炊くのちょっとやっぱり時間ないとあれだもんね、うん、今は塩で味付けたけど、減量してない時はさ全部醤油だったじゃん、うん、醤油 60g とクローブと胡椒、うん、分かったよ、かつお節、うん、で今はちょっと塩ね、ちょっと塩が足りなくなるとね、減量中は特に良くないです。このさ底が熱い、なんていうの、深い鍋、うん、これがすごい便利で、ペンで茹でる時に火加減気にしなくてただグツグツしとけばいい。これ浅い鍋でやるとさ溢れちゃったりするじゃん、うんね、吹いちゃったり。この寸胴鍋がすごい便利、だいたいこう隣にあるから切ってみて、なるほど、柔らかければ茹でてある、茹でられてる。これほらグラム決まってるからさ食べてみるとかできないじゃん、はいはいはい、っていうことで終わり。これでお湯を切ります。入れました。混ぜる。おお。早いね。すごいでしょ。一気に混ざるね。本当に米と違って一気に混ざるね、うん。これがもう何ヶ月か作り続けた上でのやり方の効率ベスト。うん、超うめんだわ、そんで俺食ってる側としても。でこれを保温しとけば明日1日分のご飯です。あ、保温するのはあれだよね、肉もうちょっと柔らかく。そうそうそう、これ全だってたまにさ何回かあるじゃん、あカッチコチで、ね、保温しないでさ忘れちゃった日、ちょっと硬いねあれはね。そうそうそう、炊き上がったやつだとそのまま何もしなくていいけど、うん、これはさ保温しとかなきゃいけないから、時間はじゃあまあここからまたさらにかかるみたいな、はい、保温朝までね、うん、了解です。終わり。はい、じゃあ明日楽しみにしてます、はい、おはようございます。これが、1日経って1食食べた後だね、うん、残りの4回分をタッパーに分けます、うん、このタッパーがすごい便利なの。はい、これはニトリです。タッパーだけど弁当箱だよね。そうそう、うちにとったらでこれこのままチンできるからさ、なんかジップロックとかだとチンすると蓋歪んじゃうじゃん。それもあるし遅いよね、これ早いよね、温まるのがね、やっぱり。で4つあるっていうのはすごい意味があって、はい、あのグラム測るのにめちゃくちゃ便利。ああ、そういうことか。そう、同じ容器じゃないと一回一回測り直さなきゃいけないでしょ、うん、ね、ドーナツじゃねえけどさ、穴が開いてる分なんかでかく見えるよね。そうそうそう、量いっぱいに見える。食べててどう、うん、いや食べてたらそれ一緒だけどさ、この見た感じがさ山盛りに見えちゃうよねやっぱね、うん、人間ってやっぱさ重さではでかさを見てないよね、うん、体積だけで重すでかさを見てるじゃん。いやなんかその体の見方とかもそうじゃん、スカスカでもさ、うん、でかければでかいと思われちゃうけど、ぎっちぎちに筋肉詰めてもあの細かったら、あ、そうだね、細いって見えちゃうでしょ。65キロ級の人が細いのかっていう話だよね。そうそうそう。でもやっぱりさ、こう食べ過ぎとか運動不足の話じゃないけどさ、何に対してっていうのはさすごい大事じゃない、うん、何に対して細く見えるのかとかさ。あ、そういうことね、うん、何に対してってなった時に脂肪に対しては筋肉はやっぱり小さいからね、うん、それは筋肉質になれば小さくなって体積が減るけど体重は増えるんだよ、うん、この微調整が毎日入るんです。均等にねしないとね、うん、こんなもんじゃないでしょうかね。いやなんか最近ほら米食ってたじゃんずっと、うん、やっぱなんかその久々のペンネはどう、うん、いや空気の分でかいよだってこのさ、うちこのちっちゃい方もあんじゃん、うん、ご飯だとこっちに入るから、ね、あ、そうだね、確かに。ペンネは大きい方だから、ちっちゃいのも大きいのもこのニトリのタッパーが4種類ずつある、うん、4つずつ。
できたか。ありがとうございます。はい、これであと4食分。はい、はい、というわけでね、今会員さんと趣味の時間を楽しく共有してきたところなんですけど、ご飯が近くなりました。こちらのペンでね、チンしてすぐ頭の中に、ね、いただきます。うまいよ、うまい。なんかその業務スーパーのペンネだともちもちなんだっけ、うん、太さがあるから、うん、食感がいい。本当なんか平打ちの麺食ってるみたいな感じ。うまっ。そのメリットは早い、簡単、洗い物が少ない。作る側としてはね、うん、もうこっち側としては消化が早いから動けるすぐ、うん、でもほら自分で作ってる人の方が多いでしょ、うん、ってなったら会員さんがさ、その早いのが嬉しいって言ってた。そうだね。あとはさ、鶏肉焼くときにね、必ず蓋をして焼かないと水分飛んで硬くなっちゃうのよ。だから蓋して焼いたら結構だって、うん、柔らかいでしょ。このタッパー、これ畳めるからいいよね。そう、かさばんないから。ニトリです。いやいいね。やっぱなんかその胃袋が空だと、ここに入った瞬間なんかスッてちょっと反応するじゃん。このここが、この食った時のこのこれが軽いのよ。わかる。なんかもう残ってる時ってうんってくるのよ、うん、食ってんのに。それがよ、そういう状況になったらカロリー減らす前にペンネにしてほしい。食べてる感覚が違うもんね。で全くさ感触も違うからさ、うん、いろんな味にしても変化つけられるのってやっぱ大事だよね。めっちゃ大事だよそれ。安心して食うのもいいんだけど、単純にうまい食いたいっていうのが大事なんだよね。そうなってないとここから先一歩繋がってるから、なんか消化吸収してほしいんだよね。今のあなたのバリエーションでいくと、うん、まあ、そのペンね、うん、で同じ味のご飯じゃん。それが昆布バージョンもあるじゃん、うん、ペンネで昆布、そう、うん、でご飯で昆布もあるし、それはクローブもそういうの入ってないから、うん、色が白いんだよね。そう、ほんと出汁の味ね、うん、今はそっちの方がいいかな、うん、これもう2年以上食ってるからね、うん、あとは最近の流行りでいくと椎茸。あ、椎茸マジでうまい。あれは本当にうまい。まあそう考えたって5種類あるじゃん、うん、バリエーションができていかがでしょうか。原料はいや全然そうですないね。工夫は必要だと思うけど、やっぱその食欲が湧く工夫をしないとダメだね、うん、まずは。じゃあ皆さんもね、便利なんでぜひ試してみてください。バイバイ。